ファンのフラストレーションがたまる試合が続く中で、2軍では中村翔成選手が2試合連続の複数安打に打点を挙げる活躍が目立っているね。また調子を上げてきておるな。雨で試合が流れることが多いこの時期、久々の試合となった6月29日の試合では猛打賞に1打点、休日と雨天中止で4日ぶりの試合となった7月3日にはマルチ安打2打点、満塁からうまく右中間に運ぶタイムリー2塁打を放つなど、高監督の求めるチャンスでの打撃をしっかりと決めて猛アピールを続けているね。2軍とはいえ長打率は4割4分4厘をマーク、深刻な長打力不足に悩まされる1軍の救世主となれるか注目も高まってるよ。ファンの評価は二極化しておる感じじゃな。1軍で結果を残せていないことやプライベートなことでファンの信頼を失っているところもあるけど、中村翔成選手は常に1軍で活躍できる打撃を求めて内容にもこだわってる。この日も捉えられたいい打席もあった、確率をもっと上げていきたいと話していたよ。打点を稼げる打撃を続けてほしいと高監督、1軍の得点力不足、チャンスでの1本を意識したコメントだと思うし、そろそろ昇格もあるんじゃないかな。連敗中とはいえまだ首位に立つカープ、うまく選手を入れ替えながら優勝を目指していってほしいね。ということで中村翔成選手のお話でした。